b m w ウェルとウィーンガスタンク、フロー人間美術館、コープ・ヒンメルブラウは、ボルフ・プリックス、ヘルムート・シュビチンスキー、マイケル・ホルツァーによって1968年にオーストリアのウィーンに設立された建築設計事務所。しかし、1971年にマイケル・ホルツァーが事務所を退所する。その後、1998年にカルフォルニア州ロサンゼルス、 2000年にメキシコのグアダラハラに事務所を設立した。ボルフ・プリックスは1942年にオーストリアのウィーンに生まれ、ウィーン工科大学、アメリカの南カリフォルニア建築大学、ロンドンの英国建築協会付属建築専門大学で建築をヘムルート・シュビツンスキーは1944年にポーランドのポズナンに生まれ、 ウィーン工科大学と AA スクールで建築を学んでいる。名称のヒンメルブラウはドイツ語で青い空を意味し、建築を雲のように浮遊し、変幻するものにするという思想を持っている。実際に BMW ウェルトなど、彼らの作品には雲をメタファーしたと思われるものが多く見られ、鋭角や鈍角という非直角や曲線などの不定形の形態を好んでを用いる。 彼らは1988年のニューヨーク近代美術館でフィリップ・ジョンソン監修のもと開催された脱構築主義者の建築にピーター・アイゼンマン、ザ・ハ・ハディット、フランク・ゲイリー、ダニエル・リベス・キンドラと共に取り上げられ、一躍有名となった。また自らも脱構築主義建築であることを認めている。作品名、ありがとうございます。